LE-5B。LE-5B Le は日本で開発されたロケットエンジンであり、h e やロケット HIIB ロケットの第2弾エンジンである。H1 ロケットの第2弾エンジンである、LE-5 の流れを組み、H2 ロケットの第2弾エンジン LE-5A をもとに主にコストダウンを図った改良型。推進剤は液体酸素、ロックスと液体水素、 LH で、真空中水力は 137.2kN イコール14トン。LE-5B は、HE、ER、やロケットの第二弾用として、1995年から2000年にかけて開発された。主目的は信頼性の向上と製造コストの削減であり、そのためエンジンの性能の指標となる、力は447秒と、LE-5、 450秒および LE-5A、452秒よりも、わずかに低い。複数回着火機能、再々着火能力や、微小水力機能、アイドルモード燃焼機能、スロットリング、水力調整機能を持つ。宇宙開発事業団が開発し、燃焼機および偽装の製造は、三菱重工業、ターボポンプの製造は、石川島張間重工業が行っている。 H2 ロケット8号機の2段目で初めて使用されたが、打ち上げ中に第1段にトラブルが発生し、予定されたターボポンプの冷却やタンクの加圧が不十分なうちに起動されたが、正常に機能し、エキスパンダーブリードサイクルの高信頼性を実証した。ロケット自体は起動に乗らないため、第2段燃焼途中で指令破壊を行った。以後、 実際に最後まで使用されたのは H-E やロケット1号機が最初である。現在は改良された LE-5B-2 が生産され、H-E やロケットの増強型である H-IIV ロケットの2段目にも使用されており、2018年9月時点まで失敗に直結するような重大なトラブルは起こしていない。 エンジンサイクルは LE-5A と同じエキスパンダブリードサイクルと呼ばれる形式でポンプで昇圧された燃料の大部分は直接燃焼室に送り込まれるが一部の燃料は燃焼器を冷却し同時にタービンを駆動するためのエネルギーを得るこの水素ガスで LH ターボポンプ及びロックスターボポンプのタービンを直列に駆動するその後ノズルの壁面を冷却するために ノズル内に噴射される。ただし LE-5A は燃焼室とノズルスカートの両方で LH2 の吸熱を行っていたが LE-5B では燃焼室のみで吸熱をしている。そのため LE-5A はノズルエキスパンダブリードサイクル LE-5B はチャンバーエキスパンダブリードサイクルと分類し呼ばれることもある。ノズルスカートに配管が通っていないため LE-5B では、ノズルスカートを取り外した状態で、大気圧中で、燃焼試験が行える。対し、LE-5A は、ノズルスカートを取り外せず、つけた状態で、大気圧中で燃焼させると、ノズル流れが剥離するため、専用の航空燃焼試験設備が必要であった。LE-5B では、蒸気のように燃焼室のみで、LH の吸熱をしているため、 吸熱量を稼ぐために燃焼室が LE-5A よりも長くなっている。また燃焼室の構造も LE-5A の純ニッケルチューブをロー付けした管構えから LH を流す溝を掘った無酸素銅の内筒とその外側の導電位層からなる導電位溝構造と呼ばれる構造に変更された。これは H2 ロケット5号機での事故。 LE-5A 燃焼室の中部間老フ部が破損を踏まえたものである。燃焼室に燃料、酸化剤を噴射する噴射器も製造コスト削減のため LE-5.5A より簡略化されており、同軸型の噴射エレメントが208個から127個に減少している。LE-5B-2 では再び増加している。LE-5 ファミリーは 再着火能力を持つが、特に LE-5B は、アメリカのセントール上段の RL10 と同様の再再着火能力を持っている。これにより、ロングコースト静止、トランスファー軌道への打ち上げが可能なり、静止軌道に投入される、際の衛星側の軌道繊用の噴射が少量で済み、衛星を超寿命化もしくは、軽量、小型化できる。すなわち再,再着火が実用化されれば、 軌道繊維のための衛星地震による噴射が少量で、すみ、赤道直下から打ち上げるロケットとも対抗できるほど、静止軌道へのロケット打ち上げの際の商業受注に関する競争力が高まる。ただし、内蔵電源などの第二段機体の制約上、長らく再々着火を行っての運用は実用化されず、これを実現するために2011年度から、基幹ロケット高度化と呼ばれる。 第2弾機体を中心とした改良会が行われてきた。そして2015年11月24日の HEA-29 号機で初めて機関ロケット高度化の一要素の静止衛星打ち上げ対応能力の向上が初、適用されて再再着火を行っての運用が行われた。なお、実用化のための宇宙空間での初の再再、着火試験については 当初は1999年11月の H2 ロケット8号機で行う予定だったが、打ち上げ途中で指令破壊が行われたため行われず、2002年2月の HE 試験機2号機の翼分離後の打ち上げ1時間40分後に再々着火が行われた。また着火はしていないが、HE 試験機1号機、7、21、24、26号機でも実用化に、 向けた先行的実験が行われた。HE やロケット3号機において、第2弾燃焼中に、それまでの飛翔と比較して大きい振動が確認された。この時の振動レベルは、衛星の規定値以下であり、衛星に問題はなかった。基軸方向、ロケットの長手方向の振動の原因は、第2弾機体の固有振動に近する。 LE-5B エンジンの燃焼圧の変動であるとされている。HE やロケット15機以降は第2弾推進薬タンクの加圧を若干増加させることで振動を軽減している。2003年3月からこの振動の主要因の一つである燃焼圧力変動の低減を目的として LE-5B-2 エンジンの開発が開始された。設計変更は ミキサーと噴射器について行われた。ミキサーにおいては噴射光の位相を変更することで、噴射器に流入する液体水素の混合を促進した。噴射器においては、マニホールド内流を整流する仕切り板を設けると、共に噴射器エレメントの小型化を図り、エレメント数を増加させることで、燃焼室に噴射する液体酸素の微流化を促進した。これらの改良によって、 ペイロードにかかる振動や燃焼圧力変動を従来の50に抑えることに成功している。h e やロケット14号機以降使用され、HIIB ロケットにも使用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。